飛龍王は、九ダラの、第十一代の王であり、第六代のアダクビの第二子。意味な、送り名は伝わっていない。304年10月に、先代の川西王が、落老大衆の死角に殺された際、川西王の王子が皆幼少であったために、親民に、衰退されて、飛龍王が、王位についた。子に、金正皇王。アダクビの第一子とされる第七代の砂友王は、 兄にあたるが、兄のスナトウ王は234年に即位、弟のヒリウ王は304年に即位したとされている。兄弟が70年間の差をあけて即位したとは考えにくい。国外との交流、交戦はなく、337年に、白木の使者が訪問してきたことを伝えるのみである。国内では312年にイモン氏を巡回させ、家父、 家父や一人身で自活できない者に穀物を一人につき三国、黙った。また、320年には、社大を宮殿西部に設けて、毎月二回の軍事訓練をさせるようにするなど、国力の増強に努めた。しかし、327年には、王の所定であり内津を見つけたいらでもあった、裕福が北関山城で反乱を起こしたり、331年には、 干ばつ続きで不作となり、人々が互いに殺して人肉を食い合うようになるなど必ずしも国力増強には至らなかった。344年10月に在位41年にして死去した。ありがとうございます。